皆さんこんばんは。そして初めましての方はどうも初めまして、さとみと申します。今回から、独り言しながらプレイホラーゲーム実況第5弾として、こちらのミサオというホラーゲームをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。こちらはですね、皆様からの、意見を参考に、選択したものでございましてですね、初見プレイで積む部分が多かったりとか、あと結構叫ぶので音量が、音割れとかしちゃうかもしれないんですけど、その辺はご了承ください。それで録音環境がちょっと変わりまして、それで変わってから録画とかね、録音とかするのが初めてなので、もしかしたら編集とかに時間がかかってしまうかもしれないし、雑音とかね、画質が悪かったりするかもしれないんですけど、もしそういうことがあったらコメントとかで、教えていただければなと思います。よろしくお願いします。では早速始めていきたいと思います。で、ロードデータがねまだないんで、はい、では初めからやっていきます。いよいしょ。主人公女の名前を入力してください。はい、かわいいね。お、秋。主人公はどうしようかな。まあいいや、さとみにしましょう。へへ、私もゲームに参加させてほしい。さとみでよろしいですか。はい、多分ね、私が操作するキャラクターが、はいはい、助けて、私を見つけて。はい、はい、その声はミサオちゃん、ミサオちゃんなの、ミサオちゃん。お、なんだ、夢か。夢、ミサオちゃんの声が聞こえた気がした。夢だったのかな。あれから3ヶ月か。なんだ、いけない、もうこんな時間、急がないと学校に遅刻しちゃうわ。制服着てる、二度寝しちゃったんだね。クラスメイトのミサオちゃんはおとなしくて目立たない、どちらかというと地味な女の子だった。うんうん、親しくはなかったけど、いつも一人でいたミサオちゃんのことが私はずっと気になっていた。友達になれたらいいなって思ってた。でもその夢は叶わなかった。なんでなんで。おお、暗闇に吸い込まれていったぞ。3ヶ月前、ミサオちゃんは突然姿を消した。ああ、ドアが怖かった今。あの日からミサオちゃんは学校へ来なくなった。家にも帰っていないらしい。家出するような子じゃないらしい。もしかしたら何か事件に巻き込まれたんじゃないかって大人たちは言ってる。行ってきまーす。行ってらっしゃい。クラスの子たちはみんなして、ミサオちゃんはもう死んだんじゃないかって噂をしてる。そんなの嫌だよ、ミサオちゃんとお友達になりたかったのに。まさか、きっとあれだよ、家出したんだよ。わっ、私を見つけて。きっといるよ、ミサオちゃんの声がしてるんだから。学校ですね。高校生なのかな。ああ、なんかちょっとイケメン風の人が出てきた。倉田。で、ここが、で、あるからして。ああ。倉田。さとみのクラスの担任を務める美形教師。気前の良さから生徒からの人気が高い。合いますよね、こういう先生。私的には、まあ、メガネをかけてほしいかなっていうとこですけどね。あ、かわいい。倉田先生、今日も超イケメン。おっと、恋する乙女ですか？っていうか、さとみどこ見てんの？授業受けないよ、ちゃんと。夢の中で聞いたあの声、あれはミサオちゃんだったのかな？ほら、来たよ、倉田が。おい。ああ、一人称俺とか、いいね。俺の授業でよそ見とは、
いい度胸してるな。はひ、すいませんね。ちょっと、この子、感傷に浸ってたんですよね。テストに出る大事なとこだからな。ちゃんと聞くように。はーい。はーい、ごめんなさい。くすくすくす。あすあす。ほら、さとみ、そこめっちゃいい席ね。後ろの窓際とか、めっちゃいいじゃん。ダメだよ、サボったら。あ、ちょっと風邪気味なんで声が聞こえにくいかもしれないんですけど、すいません。なんだ、さやか、あやか。今日の倉田先生、スーツ新しかったよね。あー、もう超かっこいい。あやかだった。さとみの親友、ミーハーギャル、倉田に惚れている。まあね、どんなに、なんだろう、一人の人間として先生のことを好きになったとしても、向こうは生徒としか見てくれないんですよね。切ないね。いや、そんな決めつけちゃいけないね。あやかったら朝から倉田先生の話ばっかり。毎日毎日よく飽きないわね。そりゃね、好きな人の話とか好きな人の話題は飽きないもんですよ。だって超イケメンなんだもん。性格も優しいし気が利くし最高よ。星。かわいい。そうだ、ハンドルクリーム塗らなきゃ。ふんふふ。知ってる？噂で聞いたんだけど、倉田先生って手フェチなんだって。あー、手フェチ。私も手フェチ。なんだろう、骨とか血管とかがめっちゃ浮き出る感じの手が好きです。はい。 だからこうやって毎日手をきれいにしてれば好感度上がるかも。めっちゃ乙女じゃん。女子力を好きなための、好きな人のためにあげるっていう。そんなのどうでもいいよ。ほら、どうでもよくないだろう？お前女子力ないんだろう？でも女子力って何なんでしょうね。 よくわかんない。どうでもいいとかありえないし、ほんとさとみって男見る目ないよね。いや、そんなことないよ。男見る目は、どうだろう？わかんないけど。わかんないけど、そんなことないよ。なんだ？かなま？とうま？かなまはないな。みたいな女ったらしのどこがいいんだか。誰？誰も好きだなんて言ってないでしょ？ちょっとかっこいいかなって思っただけで。なんだ？この世界のさとみちゃんはどんな人がかっこいいって思うのかな？本当かな？ニヤニヤ。プンスカプンスカ、怒ってますね。本当だってば。なんかちょっと美人。だけどなんかちょっと性格がきつめそう。最近さ、この学校で怪現象が起きるんだって。マジ怖いよね。女？吉野さん。お、反応した。うわー、なんだ、なんかわかんない、なんとかまさん、チャラ。 怪現象食ったらね。あ、トーマで合ってた。トーマ、さとみのクラスメイト。見た目、性格、すべてが軽い根っからのチャラ男。チャラ男が好きなの？私、チャラ男はあんまり好きじゃないかもしれない。マジだよ、マジ。こないだ、隣のクラスの子がトイレで突然誰かに足引っ張られたって。まさか。吉野、さとみのクラスメイト、いじめグループの筆頭学。なんだと？あー、ピーポー、ピーポー。救急車鳴ってる。あ、今動画撮り始めて9分ちょっとなんですけど、パートごとに、その1、その2、その3っていう風に、1の1、1の2、1の3って感じで3つに区切って、いきたいと、10分で区切っていきたいと思います。よろしくお願いします。では、そうね、そろそろ10分ぐらい経つので、1の1は、この動画で終わりたいと思います。では、1の2で。1の2もよろしくお願いします。では、一旦切ります。